こんにちは、レイです。パンダです。これ恥ずかしすぎるな、うん、ということで今回は、ディズニーにね、デートしてきたというタイトルになってると思います。いるのこいつ、俺なんでな。でもなんか他の人と来たかったわそれ悲しそうな目やめてよ俺叩かれるまたということで今回はディズニーシーにね、2人で行きたいと思います。で多分ね前回の続きです。1個前の動画多分 PC を買いに行く動画だと思うんだけど、ノリでそのまま来ました俺ら。ガチで頭おかしい、まあ、ノリで来たから俺ヒールブーツだからね。ヒールブーツでディズニーやばい、頭おかしいよ。しろ無理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 目がガチ夢の国だはい、ということで夢の国行ってきます。はい、ディズニー入れました。じゃーんじゃーんって、これただの地球なんやな。とりあえず入るか、行こう。マジで暑すぎて本当にやばい。多分俺帰る頃さ、コナンの犯人みたいなことになってる真っ黒になってマジで。かろうじて今日俺化粧してないからよかった。これ女の子マジきついやろうな。いやほんまにきついと思う。多分化粧がべちゃべちゃでお化けになってるんだろうそうだもん、夢の国だから何してもいいよ俺ら。何してもいいで、万引きしよう。キノコのこの子元気の子、俺じゃ人さらうわ。うんこだな俺超えてくんな。なんでそんなさ、ダメなみたいなのよくわからん。無理やめて、とりあえず楽しむか。行こう。まずは何する？トイレ行きたい。耳買う？いやいらんちゃう、あれは。いらん、うん、まあ、ダサいよな、あれつけてるやつ、マジで。買うやつの気がしれんもん。俺らもう大人やしな、うん、そやな、うん、そのまま行こう、うん、よし、行こう。行こうか。いやマジでカチューシャいらんな。マジでそれ気がしれんわいやさ、お前暑いとか言ってなかったお前それ死ぬんじゃんそれ着てるやつマジ多分いないよ今日、このそのバカ暑そうなやつ周り見渡してもね、うん指さすのはダメよ。あ、そっか。指さすなら4本でやって。しかもさ、この見て、じゃあ俺らねこれ101匹ワンちゃんのやつ一緒にしようと思ったんよ。けど俺らたまたま服装が白と黒なんよ2人とも。これたまたまね、ほんとにそうマジたまたまなんやけど、この俺らこれもさ白黒でさ揃えたらガチで俺らゲイカップみたいじゃねえってなってやめた。でリトルグリーンメン、うん、だいぶ超えてきたね。神様ないのる。まずまずね、一番人気の、うん、新しいやつみたいなのがあるっぽい。あ、どれある？マシマシマシ。じゃあ俺らどこ向かってるん今適当にやるんやばいやん。見てディズニーっぽい、ディズニーっぽいって当たり前か。見て船、お前はしゃいでるふりやめろよ。ごめん、あ、船船っつってさ俺が見てるのにお前真顔やん見て、熱い。何？風船、風船欲しい？風船、ただただの夢の国すぎる。ここただではない、風船ただだよ。あれ子供がもらうよ。あれも変えていうわ、待って、水遊びできる。あそこてかパワーホテルは向かってない絶叫系苦手やって。違う違う、初手で適当に歩いてたら着いた。見てこの水浸しのとこ、あいつ行ったわあんな子供たちの中に一人大人混じってるからな。とりあえずタワーホテルはパスパス取るか。なんか絶叫好き、なんかお前びしょびしょないやっけ。飛び込んじゃった思ったよりお前濡れてるんだけどびしょびしょファストパス1個取れるよね確か。 OK、 リトルグリーンメン、マジで熱い。分かった、どこだって。え、分からんお前マジでだるい。この海がある、まっすぐ行け。うわそこ、俺も暑いからまっすぐ行こうかな。まっすぐね、絶対まっすぐね。止まるなよ、マジでこれだけはほんまに死ぬ。止まるな、携帯とか終わる。あいつ行くんかよちょっと頑張ちょっとびしょ、思ってたよりびしょびしょ。お前その辺の子供よりびしょびしょやんけで、どこだっけ。あの、海側があるんですけど、はい、ここまっすぐですね。あ、うん、風船もらえるんですかって出てきて。風船もらえますか。金なし小僧最後に風邪ひかないように気をつけてください。あー、いい人。内心でもあの人も思ってるよ、こいつ1500円も払えんのかいあ、で、こちらに曲がらないで、ここまっすぐですね。え、本当に。ガチガチ。だってこっちあれだよ、入り口だよ。もう一回聞いてた。うん、もう一回聞いてみて。隣に何かがあったスピッキ
はい、どこだって？おお、まっすぐ。ほんと？あの白いやつって。いや、結構ブルーっていかなあかん。あれ探そうよ、隠れミッキー。あー、いるよいるいる。お、ミッキー。え、どこどこどこ？嘘。友達やめよう、こいつとは。あの、隠れミッキー見つけた方が1万ね。え、見つけてない方が払わないといけない。あ、そうそう。一匹1万。いっぱいいるでしょ、でも隠れミッキーとか。いるんちゃん。やめよう、夢の国でそんなギャンブルみたいなこと。そうだよ、よくないぞ、やめて。あの、突っ込んでくんないと俺どんどん進んじゃうから。なるほどね。なるほどね、じゃない。受けて立つな。おいらまだ開始からさ、歩いてるだけだよ。そうだよ、マジで。何も乗れてない。こんなクソ暑い中。じゃあ一回乗り物のとこまでスキップします。あー。暑い、暑すぎてもう死にそうだからアイス買いました。かわいい、隠れミッキー見つけたで。何これ、クリスないそれ。もうマジで、どこなん。そう、言ってたとこ。こっち、あっ、もうやだ、帰ろう。おいや、何も乗ってないのに。何も乗ってないのに。一番嫌な彼氏。マジでそれ。多分俺そういうタイプやで。別れたいランキングナンバーワン。いやいや、動画では言っちゃいけなかった。暑い、帰りたいしか言わないです、多分。とりあえずマジ、本当に次こそ乗り物までスキップ。ちょっと待って、さっきこの辺で止まってる人たちいたやん。絶対なんかいんねん。なんかしゃがんでたよな。え、ミッキー、あ、それだ、見して。なんか歩くないこれ、まるまるまるで。どう、うわ、ミッキーだ。ほんまかこれ、適当についちゃったよ、それ。お前夢な。はい、なんだっけこれ、このアトラクション。なんか、なんちゃらなんたらファンタスティック。ガチのマニアしかわからん、それじゃ。なんか40分待ちぐらい。乗ったことないやつだね。俺も初めて。新しくできたんじゃん。そう、多分そうだと思う。なかったもん、こんな。こういう時の待ち時間にやっぱカップルで来ると喧嘩するよ。けど俺らは喧嘩以下、何も起きん。マジうざいんだけど。ごめんね。ごめんね。ごめんねって言えば許されるでしょ。もう言えないでしょ。何のことかも分かってない。とりあえず、とりあえずごめんね。最低な男です。いや、違う、今のはエンターテイメント。お、実際は殴る。何これ。なんかよろしくない気がするんだけど、それ。じゃあとりあえず乗りますか。これ感想を楽しみにしてください。あの40分、俺はこいつと2人きり地獄の時間を過ごします。乗り終わりました。いや、マジですごかったよね。すごかった、マジで。なんかこれ評価ナンバーワンみたいな書いてあって、半信半疑乗ったんだけど、マジですごかった。これはマジ行った方がいい。マジで空飛んでるみたいだったね。楽しかった、楽しかったね。一発目あれ良かったね、ちょうどいい感じの、ね、こいつさ、何、全然子供とかでも乗れるさ、しょうぼやつなのに一人ビビってんだよ、横で。めっちゃ高いとこの映像が出てきてみたいな感じ。そうそう、うわー、ちょっと怖いなとか思ったら、なんか横のこれ握ってんだよ。こうやってこうやってこうやって、怖い、怖い、ビビってるやん。本当にだって子供とかがわーとか言うぐらいのレベルなのに。俺絶叫機マジで無理だよな。よし、タワーブトレ行くか。やめてよー。てなわけで次どっか乗るか、適当に。優しいやつがいいかな。オッケー。どこ見て言ってんの。どこ見て OK って言って。なんかあそこにね、あるんだよね、大きな楽しそうなやつ。あれ行こう。ちょっと手洗ってくるから持ってて。最悪や。洗えてよかったね。俺もうちょっとうまくいくと思ったわ。ちょっと次。何次って。今日洗いたいって言ったやん。子供めっちゃ見てる。お前天才やな、やっぱお前が一番かっこいいわ。次どこ行こっか。これどこ向かってんの。うん、いや、なんか、ま、歩いてるだけ。歩いてるだけ。うん、でも目の前に絶対あれ向かってますよね。何、何がある。あー、なんかタワーオブテラーあるな。乗る。いや、やってますね。そんな嫌な、何も乗れないの。絶叫系俺死ぬで。でもさっきさ、俺陽系無理なのに乗ったじゃん。あー、それでもうゴムゴム。なんかお前言わずになんかさ、一番熱あるとか言って知らんかったもん。乗ったらなんかめちゃくちゃ酔うようなさ。俺も知らんかったから。三半規管弱者にはきついやつ。気絶すんで、多分マジでビビりすぎて。いや、お前は救急車運ばれたら俺めっちゃ熱い、動画的に。やめてよ、喜ぶなよ。めっちゃ熱い展開。せめて心配して。どんくらい怖いん。100がマックスやったらもう120ぐらいビビってる。思んな、たとえ。どっちが怖い。なんて全カットでお願いします。え、マジで乗るの。乗るで、もう来ちゃったもん。もう帰れない、終わった。多分俺いいシーン食らってる。次のシーンから。あいつどこ行った。ターブテラー乗ってきます。は
い、どうやった？疲れたけど、案外楽しかった。案外楽しかった。言ったやん。でも最後にだって、え、来たてよかったみたいな始まる前、止めてくださいこいつ大声でさ、止めてくださいとか言ってるからさガチやばい、普通に。おもろかった。マジででも心臓何回か行かれそうだった。男二人でもディズニーは楽しめるよ。なんか本当に JK 多くない？さっき言ってたやん、うん、JK 見て元気出すって。何言ってない、言ってない、冗談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 、うず言ってない、どんどん言ってない、うんうん、若いエネルギーを見て、うん、もうどうしようもないからやった。じゃあ俺冗談だよねの流れで終わらせようと思ったんやけど、それ言ったらもう本気やん、うん、冗談言ってました。JK ばっかり見て可愛いなって。ああ、うわー、全部カットでお願いします。なんかあのさ、写真撮れるとこ行こうや。疲れた。お、あ、ディズニーで1位、いきなりランキング1位。疲れた。違う、マジで。これは良くない。気づかれしたっていう。あの気づかれ、タワーオブテラ、違う、タワーもうこいつ悪いわ、何言っても。タワーオブテラ、俺だって、うわ、怖いなとか言って、ちなみにめちゃめちゃ怖いと言ってくる。始まってる瞬間に俺怖すぎて、無言になって、お、お前いるみたいな。そう、タワーオブテラってさ、始まる前真っ暗だからさ、俺がさ、わ、めっちゃ怖いよとか脅してたらさ、これ喋んなくなっちゃって急に。え、お前いるよんの横とか言って倒したもん、俺。怖すぎた。ちょっと、写真のとこ行こうぜ。オッケー。見て、めっちゃ綺麗。運命の人に出会えるかも。すごいなんかこういう景色のディズニー来た感するよな、ね、いや来年こそは彼女作って、うん、俺ら4人で来よう。彼女、うん、俺らね。そういるかな。いや多分無理悲しいけど多分無理。リスナーがね、彼女みたいな、みんな男の子も女の子ももう一回言って、もう一回言って。俺ら、俺の彼女やと思って、うん、俺は接してるから、うん、よろしくな。もう一回言って。愛してるぞ。どれを全部やってるの愛してるぞ。あ、これは今、ファンだ、ガチ恋ファンが湧いてる。映えスポットどこだやろな、でも。俺、来い。知らない、そんなふりしよう。もう外も暗くなってきたね。すげえ、お城みたいなとこ上がってきた。俺らが王様だ。かわいい。なんで俺お前のさ映え写真みたいな見せられて可愛いとかなきゃいけないんだよ。何の地獄なん俺。メタモジアスもいいな。あ、乗りたいね。もう絶叫いけると思ってるこいつ。もう余裕だ。後悔してほしい、マジで。いやマジでね、ビビってたからね。本気にビビだったもん、あれは。あ、そうだったやろ。うん、ほんまに怖かったっていうのは。室内の中に逃げてきた。もうだいぶ暗くなってきたね。ね、もう見て、もうここもうおいら真っ暗やで。何も見えてない今、視聴者さん。なんやこれ。でも本当はなんか綺麗なんや、めっちゃちょっとしか見えねえわ。あ、水噴射してる。あ、水噴射のやつは行こうよ。俺全部かわせて。うん、任せた。あいつ勇者やな。あれやってよ、あのボクシングみたいにシュッシュッってかわしてきて。お、いいよ、いい、うまい、うまい。あ、煽ってる。お、うまい、うまい。あいつ天才や。あー、グリーン名もう死んだよそれ。あー来たね、こっち来んなよ。ちょっともうどこ行っても暗いんで、最後センターオブジアス乗って終わりにしよっか。うん、ね、お前もう疲れてるし脱いでるやん。あー楽しんだ。で、じゃあ最後センターオブジアス楽しんできます。あー楽しんだ。楽しかった。ね、もう手上げてたもんな。もうやばい、絶叫系いけるようになった。調子乗ってます。すぐ調子乗るけど、お前手上げるときちょっとこんなんやったけど。でも上げれるだけすごいから。じゃあほな、そろそろ帰りますか。ああ、そうやな。じゃあ向かいましょう、あの、はい、帰り道へ。オーケー。急に夢がない。夢の国へ出ちゃうのか。そうやで。ああ、もう夢の国が終わっちゃう。終わったよ。ああ、明日から仕事だ。帰りたくないよ。実はホテル取ってあるんだよね。かっこいい。めっちゃ雷鳴ってんねんけど。ピカンピカンピカンって雷雨です。はい、ということで、ディズニー1日デートおしまいです。イエーイ、楽しかった、楽しかった。男2人でも楽しめたわ。めっちゃ楽しかった、マジで。ということで今日の動画は終わりにしようかなと思います。もしよければね、チャンネル登録通知をしてくれたら嬉しいです。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。